皆さんこんばんは。食いしん坊ともちんの動画をご視聴いただきありがとうございます。9月上旬、3泊4日沖縄旅行。今回は沖縄本島北部にある名護市へとやってきました。旅行中に喉が渇いたなと思ったら、美味しいコーヒーを飲みたいということでコーヒー屋さんを探してよく行っています。今までいろいろコーヒー屋さんにも行ってきました。再生リスト沖縄の中に入っていますので、過去に遡ってご覧いただけると嬉しいです。コメントもお待ちしています。今回訪問するお店はブルーブラウンコーヒーさん。この時点ではまだお店がやっているのかどうなのかわからないまま車を進めていました。それでは今日の動画スタートです。どこに見かけてるかな。あ、そうですか。どこにでもありますよ。そんなことはないんですけど。まあ、オーガニック製法は若干あれなんですけど、こうちょっと見てるのは脂肪が、特に味は脂肪なんで、すごいあれだ、綺麗な牧場、すごいアイスクリーム食べよう。バナナケーキはしっとりしてて、うん、同級生が作ってるんですけど。あ、そうなんですか。へえ。2代目なんですけどね、前の生活、うん、すごく美味しいです。前田製菓さん人が作ってる。へー、あ、しっとりしてて美味しい、うん、あ、そういうことをしよう。そういうことなんですよ。美しんぼともちですか。ふんわりしてる。すごいふんわりしてる、うん、美味しいでしょ。しっとりして美味しいよね。うん、これがキヨナ牧場の方のアイスクリームだったりするのかな。うん、何これ。あ、そう、違う。あ、そう。
美味しい、甘い。美味しい、うん、美味しい、うん、味違うね、うん、これだけまだ、うん、こっちは、うん、タンザニア、タンザニア、うん、美味しい、美味しいです。美味しかった。すごいおしゃれね。はい、何ですか。へえー。彼らは滋賀の出身で、ご夫婦で、泣き人で古民家で、ちょっと焼き方が家賃っていうか沖縄の、うん、これはちょっと沖縄っぽい感じ、これも全部そうなんですよ、そうなんだ、滋賀から来たぜひ、ぜひ、ありがとうございました。え、うん、これコーヒーじゃない？コーヒー、あー、コーヒーの木やね。ねえお店も、あの、全然刺身店、ちょっと刺身店ならこれ入れてよ。美味しかった、美味しかった。丁寧に入れてくれはった、うん、大丈夫です。もうちょっと頭で見て、前大丈夫ですか。美味しゅうございました、うん、すごいね。ケーキ美味しいやん。バナナケーキ美味しかった、美味しかった、ふわふわで、ふわふわやったね。アイス、うん、サービスもアイスクリームをいただいて、つけて食べたらなお美味しかった、なお美味しかったね。美味しかった、すごい。だけどあんまりお客さん入ったらのんびりできへんやんね。で、奥さんもうカフェが好きやったらやっぱカフェしたらあかんなあかんと思うよ、俺は。ストレスの塊になる。売り上げないと困るしな。そらまあな、インスタどうこういうよりもいろんなカフェあるから、やっぱ奥さんの趣味生かして。ほんまや、まだいいとこ見つけたね。ね、よかったね、また行きたいね。オープンしたてやってんね。ね、地元はこっちの人か。なるほどね、奥さんも地元の人なのかね。カフェ巡りがいいんやったらいいね。カフェ巡りええよ。あそこビビコーヒー絶対いいって言うと思うけどな。あのカフェ美味しいやんな。コーヒーね。コーヒーも美味しいし。いやー、そうか、ストレスか。バナナのケーキ美味しかったな。これもとね、もうこれ。しっとりして、上級生が作る。すごいね。アイスも良かったね。つけて食べたら最高。地元の人にお話を聞くといろんなところが分かるから、うん、面白いね。まだ全然知らないところいっぱいある。いっぱいあるわ。それで教えてもらったらね。ね。またさらに面白いよ。楽しいね。美味しいお店もまださらにあるから。宣伝してなくてもそんだけ来てくれるやったら上等やね。みんなハワイで来はる。直進車左、こっち。ここの松田商店さんも有名。開いとるね。いつも閉まってるね。まあ早い時と遅い時しか行ってない。
今日も製作には立ち寄れません。今日も今日は土曜日なので花火が上がります。製作でいつも上がってるやん。あ、そう。製作行った土曜日花火。チャタンはチャタン金曜日か土曜日かどっちか違う、分かんない、忘れた。もうちょっとしたら刺身亭さんが着きます。あ、絶対行くのじゃん。そうかな。あ、みんな出入りしてるとこや。すごい。めっちゃすごい、みんな買いに来てる。到着。刺身亭です。できました。到着。再オープンしたよね。およそ700メートル先、斜め左方向。ニンニク多めに多めにしてますから、ね、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。これからも応援よろしくお願いいたします。また次の動画もお楽しみに。